コルト800は、三菱自動車工業の前身である、三菱重工業が製造、販売していた乗用車。本校では、改良型であるコルト1000回、コルト1100回、コルト11回についても記述する。三菱コルト1100回、三菱大トギャラリー通産省の国民車構想により、登場した、三菱500、その後のコルト600よりも上級に当たるモデルである。 1960年代中期、ダイハツコンパーノや、マツダファミリアを中心とした 800cc クラスの大衆車市場に参入するために、フロントエンジンリアドライブ方式の本格的な小型大衆車として開発された。800は、かつてオート三輪、トラック、水島の開発、生産拠点であり、すでに軽自動車の初代ミニカを生産していた。 岡山県の水島自動車製作所で開発されたモデルである。ミストロークエンジンを当初搭載していたのも、先行したミニカでの経験に基づくものであった。ジープの国産化やシルバーピジョンスクーターの生産などから小型車生産に携わるようになり、三菱500やコルト600も手掛けていた名古屋市、大江の名古屋自動車製作所及び、 京都市の京都製作所を中心とした開発グループの手になる4ストロークエンジン車のコルトセントは、800は同じ旧、新三菱重工系ながら完全に別系統のモデルであった。先行するコルト600やセントの技術的連続性、関連性はなく、ことに、コルトセントは近似クラスで、車内競合すら起こしかねないのは必至であるのに、水島と名古屋とで物的。 人的資源を拡散させての別モデル開発という二重投資が許されてしまったことは工場ごとの独立性が過度に強かった当時の三菱重工業の硬直化した体制を露呈した事件と言える三菱重工業が別々の工場で同級競合車種を開発発売してしまったケースはこれに先立って中型トラックでも起こっておりいずれにせよ 経営上で無意味なのは明らかであった。この反省のもと、三菱重工では、自動車部門独立に先立ち、車両開発体制の整理を余儀なくされた。保守的なノッチバックスタイルの2ドア、及び4ドアセダンであるコルト1000とは、対照的に、当時、国際的に流行した、独特のファストバックスタイルを備えていたことが800、経最大の特徴で、 当初テールゲートを持たなかったが、1966年にピックアップトラックが1967年末にハッチバックが1968年初めには4、ドアがそれぞれ追加設定された。エンジンは当初 3G8 型にストローク水冷直列3気筒 843cc、最高出力 45PS。 4500rpm 最大トルク 8.4kgm 3000rpm の一種類で駆動方式も三菱500コルト600での RR でなくミニカでも採用されていた一般的な FR に変更されたサスペンションも前輪はダブルイッシュボーンと横置きリーフスプリングで後輪はリジットアクスルとリーフスプリングとなったエンジンを除けば 極めて平凡堅実な構成である。コルト800は、同時期の鈴木フロンテ800とともに、日本の小型乗用車の中では、数少ない3気筒にストロークエンジンを搭載した、個性派で、120度等間隔点化によるスムーズな回転特性を長所としたが、多数派である直列4気筒4ストロークエンジンの、実用上の優位性に勝ち目はなく、 800-1000cc クラスの競合車排出もあって、販売は伸び悩んだ。1966年9月、コルト800のボディに、上級モデルであるコルト1000の三43型4、サイクル直列4気筒オフ 997cc を移植した旋回を追加、テこいれ作とした。 最高出力 55PS、6000rpm 最大トルク 7.5kgm、3800rpm で最高速度は時速 135km。1968年10月には、1100回スーパースポーツ登場、直後に800の生産が打ち切られ、1000回、1100回の日本立てとなり、 1969年5月には線が消滅し、1100回のみとなり、名称も11回に変更された。内外装の変更を最後に、1971年10月をもって販売終了となった。なお、同社の実質的な後継者は1973年2月に発売を開始したランサーとなる。コルト1000回、ありがとうございます。